スターひろじです。今日は9月22日の日曜日ですね。で今日なんですけど、今日はずっと最近アマゴ狙い続きだったんで、今日一日、イワダを狙ってみたいと思います。それで今日はルアーロット持ってきてないんで、点から一本で行きたいと思います。で一応今日と明日休みなんで、今日イワナを釣って明日アマゴを釣ろうと思います。なんですけどちょっと台風がまた来てるみたいで、台風17号の方が明日の方がちょっと天気次第になっちゃいますね。天気次第で明日の釣りは考えます。今日は天からで何匹釣れるかイワナチャレンジやっていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい、釣り場に到着しました。でご飯食べて今準備完了しましたね。時間は7時前ぐらいですね。なんか水がすごい少ないですね。水がやけに少ないです。今日のタックルなんですけど、まず、ロットの方がリバーピークの極み点から、まあ、3.3 ですね、 3.3m。 それに、レベルラインの3号ですね。今日は3号が、竿と同じ長さについてて、ハリスの方が1.5号80センチですね、ついてます。で毛針の方が、今日はとりあえずでかいやつ8番の、坂の毛針ですね、自分で作ったやつです。これを使っていきたいと思います。で今日なんですけど、ちょっと何匹釣れるかカツ釣りチャレンジですね、やってみたいと思います。ポテンシャルはあると思うんで、あと何匹釣れるかチャレンジやっていきたいと思います。水がないです、非常に。で目標としては作物10本と数は、100匹目標、あくまで狙っていきたいと思います魚が見当たらん。
ここはどうでしょうか。とりあえず1匹を釣りたいな。100匹どころかとりあえず1匹だ。いねえもんな。どこに行っちまったんだ。ちょっと小さくしてみました。さっきまで8番だったんですけど、今度は12番かな。これ魚がねいるんだけど、なんか小さいみたいですね。前はでかいのしか釣れなかったけど、なんか見える魚が全部小さいですね。ちょっと毛針のサイズを落としてみました。毛針追ってくるんですけど、食ってこないですよね。なんかわかんないけど。いないか。お、日が差してるぞ。日が差してる。いいことだ。いない。いないのか。うわー、めっちゃクマでそう。いねえ。魚がいねえ。やーべえなおい。釣れねえぞ。いやー、水がね。来た、来ました。よし、これはなんとか。やっと釣れたか。長かった。ああ、木に引っかかってる。はい。まあまあサイズか。サンキュー。26、27ありますね。やっと。はい。サンキュー。やっと一匹だ。長かった。
一匹。よし、こっから調子づけていこう。ないか。いるじゃん。いるんだけど来ねえんだ。今そこ跳ねてた魚が。来た。来たもんね魚が。すぐは来ねえんだこれ。お。いるんだけど出ねえだけか。ちょっとなんか分かってきたな。はい、引き目。分かってきたような気がしたぞ。2匹いたもんね魚が。泡の中にいると思うんだけどな。天からバイブレーションだけで見るか。ここは父ちゃん作天からバイブレーションだ。シンキングタイプ、フローティングタイプ。父ちゃんの天からバイブレーション、ちょっとプレゼント企画の応募したんですけど、まだ抽選してないですね。忙しくて多忙です。多忙につきちょっと抽選は待ってください。真ん中にいると思うんだけどな。いないか。はい、毛針をカディスにしました。ちょっと目立つような感じでカディスにしました。特にフロータントとかはつけてないんで、ドライっていうわけじゃないですけど、目立つようにカディスにしました。冷たい。あ、魚がなんかいるぞ。おお、今のはちょっと面白かった。今のは面白かった。ドライいいのかな。肩もまあまあだな。今のは面白かった。28ぐらいあんのかな。尺はないですね。27、8。おっ、いった。
今の面白かったな。やっと3匹これで。ドライの方がいいのかな、せっかくなんで。ドライで遊んでみよう。今出るとこ見えなかったけど、旗はいいですね。お、顔がかっこいいな。顔がかっこいい。はい、あ、まだついてる。取れたと思った。なんか兄貴のみたいな顔してんな。いかつくて。はい、ドライいいな。ドライ